どうも、こいちゃうまい棒です。では、流星ノックマン3ブラックエイズ実況プレイパート2やっていきましょう。はい。ガボブワ先生部はいいと思うんだけどね、これさ。で、何をするんだっけ。コケー、かわいいな。で、これか。調整中、各サービスの無料はもう少しだけお待ちください。あ、ちょっと電波変化すんだ。おお、おお、なるほど。これで簡単に電波変化ができるみたいですね。よし、こうか。おお、ウェーブロードに来ましたか。よし、準備完了。なんかロックマンとか変わってますね、見た目が。あれ、そういえばなんか僕見た目が変わってない？変わってますね。そういやそうだな、携帯端末がハンターベージュに変わってせいかもしれない。まあ細かいことは気にすんな。さっさとウイルスを退治するぜ。わかった。このウェーブロードはいろんな機械の電脳を使ってる。それは覚えてるな。ウェーブロードを取れば電脳の中に入ることができるんだよね。あそこからか。メディアシステムの電脳にはあそこからアクセスできるようだな。アクセスのポップアップが出たらそれをタッチすることで電脳にサーバーイン、サイバーインできるんですね。よし、急ごう。よし、じゃあ行きましょう。いやーなんか懐かしい感じがしますね。どうもー、ウイルスがそこの珍しいシステムの電脳にで、下にメディアシステムの電脳ってアクセス入れましたが、おお、あ、ウイルスだ、いた、ウイルスだ。あいつらのせいでシステムがおかしくなってんだ。やっつけるぜスバル。うん、よし行こう行こう。あえて、あ、スルーできなかった。キシャー。ウイルスもやる気みたいだぜ。久しぶりのバトルだからこっちも気合が入るね。よし、やるぞ。ウェーブバトルライドオン。いやー、スリー初バトル。おお。ん、ちょっと下画面がなんかすごいことに。ほら見てくださいよ、なんか感じがすごい変わりましたね。はい、それじゃあウェーブバトルのやり方をおしまいだ。まずは下画面からだ。あ、はい、これがカスタム画面だ。ここにはフォルダに入れてるバトルカード30枚の中からランダムで選ばれた6枚のカードが出てきている。この中からカードを選んで使っていくわけだ。バトルカードは使ってもなくなっちまうわけじゃないからじゃんじゃん使ってけよ。でだ、カスタム画面のカードは全部選べるわけじゃねえ。選べる組み合わせにはルールがあるんだ。ルールその1、縦に並んでるカードは一緒に選ぶことができる。なるほど。多少ずれていても同じ縦列の並びならば一緒に選べるぜ。ルールその2、横に並んでるカードは一緒に選ぶことができる。はい、これも多少ずれていても同じ横列の並びなら一緒に選べるからな。なんでずれてんでしょうかね。ルールその3、同じ名前のカードならば場所に関係なく選べる。なるほど。それじゃあイラストの右下がひどくなってるカードがあるだろ。はい、これは便利なカードだな。縦並び、横並び、同じ名前であること、この3つのルールに関係なく一緒に選べるぜ。了解。そういえばさ、バトルカードの性能が分からない時って説明が見たよね。どうやって読むんだっけ。R ボタンもしくは Y ボタンだ。それでそのバトルカードの説明を読むことができる。よし、だいたいこんなとこだ。それじゃあまずはバトルカード2枚以上選んでみな。ちなみにカードタッチしても選ぶことができるぜ。じゃあ、よし、じゃあ OK ボタン押すんだ。じゃあ上画面かな。基本的にね、1、2から見てる方はわかると思いますが、戦闘中は上画面だけを映していきます。さあ、いよいよバトルだ。敵をぶちのめすぜ。と、その前に。
さっきカスタム画面に選んだバトルカードは左下の方に選んだ順番に並ぶぜ。あ、はい、おなじみですね、これも。で、その右に出ているのが今使うバトルカードの名前と攻撃力だ。キャノン40。バトルカードは A ボタンで使うことができるぜ。それから B ボタンを押しっぱなしにすれば正代のロックバスターだ。 A ボタンでバトルカード、 B ボタンがロックバスターだね。 OK、 ロック。僕のヒットポイントは左上の数字がそうだったよね、100ですね。その通りだぜ。そいつが0になっちまうと俺もお前もおだぶってたから気をつけろよ。そんで右上にあるゲージがカスタムゲージだ。カスタムゲージは時間が経てば勝手に溜まっていく。ゲージが満タンになったら L ボタンか R ボタンのどちらかでカスタム画面に入れるぜ。もしカードを使い切ってももう一度カスタム画面に入ればまたカードが選べるんだってね。その通りだ。よし、そろそろ準備はいいか。行くぜ。うん。よし、キャノン。ほい。余裕ですね。よし。これストーリーが続くのも上画面っていうのがちょっと嬉しいですね。前までいちいち上下上下でカメラ変えてたんでね。はい、よかったです。よし、次行くぜ。了解。よし、次はロックオンとウォールウォークアタックだ。まずはカスタム画面でソード系のバトルカードを2枚選びな。あ、はい、わかりました。じゃあ、よし、行くぜ。で、OK。準備はいいかいいな。それじゃあ説明するぜ。ウォールと前のコンビネーション攻撃、それがウォールウォークアタックだ。うん、覚えてるよ。まずは十字ボタンの下を押してロックオンモードになるんだってね。そうだ、十字ボタンを下押すとロックオンモードに切り替わる。この時3方向に矢印のマークが出る。なるほど、このマークが出てる間はロックオンモードってことだ。そしてロックオンモード中は縦か斜めの列があった敵に丸いサイトが表示される。はい、これはロックオンサイトだ。ロックオンサイトが表示されたらソードを使っていいな。この突進パワーで敵の目の前まで踏み込んで攻撃できるぜ。まずは十字ボタンの下を押す。丸いサイトが出たら A ボタンだ。それじゃあ行くぜ。うん、よし、ほい、いいね。カウンターでロングソード、こんな感じですね。よし、次です、最後だ。油断するなよ、それ。はい、最後はカウンターとボーナスカードだぜ。まずカウンターだが、敵が今まさに攻撃してくるってタイミングでこちらのカード攻撃をヒットする。これがカウンターだ。さっき出たやつですね。カウンターを取ると相手は面食らって麻痺状態になっちまう。ボーナスカードってのは相手からカウンターを取った時にもらえるカードのことだ。本当はバトルカードはカスタム画面に入らない限り補充できないもんだが、カウンターを取れば1枚だけカードが補充されるんだ。ボーナスカードは何が出てくるかわからねえが、カスタムゲージが溜まるまで待たずに追加攻撃ができるから敵を早く倒せるぜ。ただしボーナスカードでカウンターを取ってもカードは補充されないからな。まあカウンターはタイミングが難しいから無理に狙うことはねえが、せっかくだからやってみな。ボーナスカードを使って一旦でデリートだ。了解と言いたいところだけど、久々のバトルだしな。そんなの急に思い出されるかな。さっきできましたけどね、なんか前にも同じようなこと言われた気がするか。2の最初ですね。しかしね、今回だけ俺が特別にカウンターのタイミングを教えるぜ。だけど今回だけだぜ。これやると俺がバトルに集中できないからな。ありがとう、ロック。構わねえよ。それでカウンタータイミングの合図だが、カウンターのタイミングで敵の頭の上に矢印を出してやる。その矢印が出ている間に攻撃を当てるんだ。バトルカードには撃ったらすぐに敵に当たるものもあれば、撃つまでに時間がかかるものがあったり、それぞれに特徴がある。敵の頭の上に矢印が出ている間に、うまいこと攻撃が当たるように撃つんだぜ。了解。じゃあ行こう、ロック。じゃあ行きますか。グラビティプラス、これは見たことないバトルカードですが、一つ前に選んだ攻撃力の
あるバトルカードに移動不可効果つける。へえ、そんなの初めて見ましたが。3から出てくるんですかね。ほい、あ、ほい、うわあ、うわあ、やべえ、タイミングが。いや、それでっと。キャノン！あれ？出ねえぞ。ボーナスカードが出ないぞ。おかしいな。よし。おっと！キャノン！ボーナスカード出なかったけど、2回目の対戦に出たから、いいよね。よし、片付いたな。これで、珍しい姿勢の暴走も収まってるはずだね。みんなに自慢してやれよ。僕はロックマンに変身して、ウイルスを退治しましたよ、ってな。いいよ、そんなことなくても。僕はできれば、自分がロックマンであることは、なしにしておきたいんだ。忍者たちに奪われてるだけでも、大変なのに。けっ、シャイなヒーローだぜ。まあいい、スラル、ウェーブアウトする。ウェーブアウト。ウェーブロード、もしくは電脳から、現実世界に戻ること。電脳からウェーブロードに戻ることに限っては、サイバーアウトという。あのボタンを押せば、電波世界を解除して、現実世界に戻れるぞ。よし。お、メール受信。じゃ、メール見てみますか。メッセージ。あ、ちょっと、いろいろ来てますね。いろいろ手紙というかメールが来てますが。大事なことはすっとこでした。ああ。はい。なるほどね。読むの大変だね。じゃあ、これはまた後で、読みますか。よし。だいたい今のね、ウォーロックの説明と同じことなんですがね。ロングソード。バトルカード手に入れてようだな、スバル。フォルダに入れて、後で使ってみようぜ。フォルダ編集だ。フォルダ編集は、メニュー画面のバトルカードからできるぜ。メール受信。これもあれか。バトルカードについてかな。とりあえずミステリーウェーブを拾いたいな。で、ん？これまた新しいのが。ディバイドライン。目の前の3マスを穴パネルに変える。3ターン継続する。何やそれ。これも新しいですね。使ってみようか。ディバイドライン。よし。ディバドライン。おー、開いた。ソード。おー、よし。プラズマガン。おい、いいね。いい感じじゃないの。お。グランドウェーブ1。じゃあ、早速入れますか、これ。バトルカードと。グランドウェーブ1。じゃあ、エアスベレットに変えてね。よし。じゃあ、ウェーブ、サイバーアウト。ウェーブアウト。メール受信、あ、生田先生から。これもう一度見てみますか。ウイルスに注意。児玉小学校のみんなへ、最近、ウェーブロードや電脳だけではなく、現実世界にもウイルスが現れているようだ。バトルに慣れてない生徒は、もしもウイルスを見かけたら、近づかないようにしよう。だそうです。どうも。やあ、君、見ての通り、水谷システムの暴走は収まったよ。よかったです、部長。でも、ずる濡れです、部長。うん、そうだね。今日の実験は残念だけど、中止しよう。え、この部長ってさ、男の子なのかな？女の子なのかな？どっちも見えるよね、なんか。まあ、明日があるさ。明日があるさ、明日がある。そういえば部長、僕見たんです。水がビュービュー出てるとき、システムに入っていった青い少年を、聞く。なんでって？それはきっと、ロックマンだよ。すごい！あの、私たちのヒーロー、ロックマンですか？部長！ロックマン、有名ですしね、この世界では。
2回とも世界を救いましたしね。この学校にいるという噂は本当なのかもしれないね。まずい。話をさせないと。もう、薄々気づかれてるね。何の実験をしてたんですか？ああ、ロケットの飛行実験さ。ロケット？今、2階にある物質へ。小学校に物質があるとか生意気なんだよ。中学校にもなかったのに。今、2階にある物質へロケットを作ってるんだよ。でもなかなかうまくいかなくてね。同じ部品で作った小型のコピーロケットで、いろいろ実験しようとしてたんです。僕たち科学部は、ロケットを打ち上げるというレゾンでチームを組んでるんだ。レゾン。私たちのレゾン。絶対に達成しましょうね、部長。うん、頑張ろう。レゾン？レゾンってなんだ？なんだろうね。レゾンっていうのは、簡単には目標のことだよ。ああ、なるほど。目標。友達と結ぶブラザーバンドを進化させた新機能、それがレゾンだよ。なるほどね。達成したい目標や叶えたい夢をレゾンにして、レゾン。ハンター VG 機能で仲間たちと同じ目標を定めること。同じレゾンを持つブラザーたちとチームを作って頑張るのがチーム。同じレゾンを持つブラザーたちで構成したグループのこと。今じゃ常識になってるんだよ。誰と喋ってるんだい？あ、いえいえ。そういえば、自己紹介がまだだったね。僕は、昨日、学ぶ、6年生だよ。あ、学ぶくん、男の子だったんだ。部長って呼ばせていただきますね、私も。まあ、名前よりも、部長って呼ばれることが多いけど、僕、星川スバルって言います。スバルくんか。ところでスバルくんは、何かレゾンを持ってるの？僕ですか？いや、僕は何も。そうか。いつか素晴らしいレゾンが見つかって、仲間たちと頑張っていけばいいね。いや、そうに。僕たちは、ロケットを打ち上げるというレゾンを、叶えてみせるんだ。その、僕、何もできないと思うけど、応援してます。ロケットが完成したら、見せてください。うん、約束するよ。よかったね。俺も楽しみだ。じゃあみんな、部室に戻るよ。はい、部長！戻りましょう、部長！よし。おいおい、ドア閉まってる中で、貫通したぞ、あいつら。どうした、スバル。浮かない顔して。ロケットの話を聞いてたら、父さんを思い出したんだ。第5か。憧れの宇宙へ飛び立ったまま、未だに行方がわからない。母さんも僕も、どこかで生きてるって信じてるけど、生きてるに決まってるじゃねえか。俺が宇宙で出会った第5は、そう簡単にくたばるような奴には見なかったぜ。うん、そうだよね。ところでお前、なんか用事なかったっけ？用事？あ、委員長に呼ばれてたんだ。確か、一回の売店だったな。だいぶ時間経っちまったから、相当怒ってるぜ。急がないと。の前に、じゃあ、今回も終わりにするというか、メール読みますか、じゃあ、大量に。こんなに来てんでね、メール。はい。多分、いろんな朗読がさっき教えてくれたことが書いてあると思いますが、とりあえず読んでいきましょう。バトルのおさらいだ。貴様やゴンだから、バトルに関する情報が届いてるぜ。俺からもいくつかバトルのメールを送っておくから、見ておけよ。カスタム画面のこと。こないだ、授業でウイルスだった時のバトルの役立を習いましたよね。いざという時のためということで、委員長からまとめるように言われたので、カスタム画面をまとめてみました。スパークにも送りますね。ウイルスに会うと、まずカスタム画面になります。カスタム画面には、フォルダにセットしてある30枚のバトルカードの中から、選ばれたカードが出てきます。このカードですが、選び放題ってわけではありません。選べる組み合わせには、ルールがあります。ルールその1、縦に並んだ2枚は、一緒に選ぶことができます。少しずれてても、同じ縦列なら、一緒に選べますよ。ルールその2、横に並んだ3枚は、一緒に選ぶことができます。これも同じく、少しずれていても、同じ横列なら、一緒に選べます。ルールその3、同じカードならば、エリアに関係なく選べます。それから、白いバトルカードですが、これはとても便利です。縦並びとか、同じカードとか、そういうのとは関係なく、一緒に選べるんです。それから、カードの説明を見るときは、Y ボタンか、もしくは R ボタンですよ。だいぶ長くなりましたが、だいたいこんなところです。あざます。よー、スバル。バトルの操作をまとめたぜ。せっかくだから、お前にも食っといてやるよ。十字ボタンで左右に移動、A ボタンでバトルカードを使うことができるぜ。B ボタンは、押しっぱなしで制限なく打ち放題のロックバスター攻撃だぜ。
B ボタンをしばらく押さずに言うと、バスターが自動的にチャージされていく。満タンになってから B ボタンを押せば、強力なチャージショットが打てるぜ。カスタムゲージが満タンになったら、L ボタンか R ボタンでカスタム画面に入れる。と、だいたいこんなもんだな。そんじゃ、またな。シールド。シールドについての説明を送りますね。Y ボタンを押すと、シールドを貼ってガードすることができます。敵が弱いうちは問題ないかもしれませんが、そのうち左右移動だけじゃ受けきれないような攻撃をしてくる敵も出てくるでしょう。そんな時こそシールドの出番ですよ。ただし何でもカードできる、ガードできるというわけではないみたいですね。敵の体当たりが過ぎないし、ガードも打ち破る攻撃をあるようです。気をつけてください。はい。ウォークアタック。さすがにウォークアタックの説明はねえな。まあ、そりゃそうか。ということで説明するぜ。次に使うバトルカードを持っている状態の時に、十字ボタンを下を押すと、俺が敵をロックオンするモードに切り替わる。ロックオンモード中は、手綱編みの列が強い敵にサイトが表示される。サイトが出ている時に、バトルカードを使うと、俺の突進パワーで攻撃が届く場所まで踏み込んで攻撃できるぜ。ただし、リカバリーみたいな攻撃とは違うタイプのものや、暗転するバトルカード、画面が暗くなって、時間が止まって発動するタイプのカードみたいに。へぇ。ロックオンできないバトルカードもあるから、その辺は気をつけな。あと、ウォークアタックの時にカメラが切り替わるが、もしこれが嫌だったら、バトル中にスタートボタンで、ポーズした時、カメラチェンジのオン・オフが切り替えられるぜ。ノーマルが通常カメラ、サイドが横からのカメラ、オフでカメラを動かさないぜ。ウォークアタックは無理して使わなくても戦えるだろうが、使いこなせば優位にバトルを進められるぜ。カメラタイプは普通のでいきますね。カウンター。カウンターとボーナスカードをまとめたから送っとくぜ。まずカウンターだけど、敵が今まさに攻撃してくるってタイミングで、こちらのカード攻撃をヒットする。これがカウンターだってよ。カウンターを取ると相手は麻痺状態になるぜ。それでボーナスカードってのは相手からカウンターを取った時にもらえるカードだ。本当はバトルカードはカスタム画面に入らない限り補充できないんだけど、カウンターを取ればボーナスとしてカード1枚追加でもらえるんだぜ。ボーナスカードは何が作るかわからないけど、カスタムゲージが溜まるのを待たずに追加攻撃ができるから敵を早く倒せるぜ。カウンターが取れるのは安定しない攻撃力のあるバトルカードだけだからな。あと、ボーナスカードを攻撃でカウンターを取っても、さらにボーナスカードが出たりすることはないぜ。いつまでも永遠にカードを使い続けたりはできないってことだな。カウンターってタイミングが難しいけど使いこなせれば相当かっこいいよな。頑張って練習してみようぜ。で、逃げるは一応読んどこう。大事なことを忘れるところでした。バトル中にもし勝てそうもないウイルスに会ってしまった場合など、バトルから逃げることができますよ。基本的に僕は逃げるのは負けだと思ってるんで、逃げるが勝ちという言葉を信じてないんで、バトルは基本的に全部戦います。エフェクトはカスタム画面で L ボタンを押すだけです。ただし必ず逃げられるというわけではありませんので、注意してください。忘れてるといけないから、フォルダについてざっとお伝えしておくぜ。フォルダというのは、バトルカードを入れておく入れ物のことだ。バトルが始まると、フォルダに入れてあるバトルカードが、下画面にランダムで選ばれて表示されるぜ。つまり、フォルダにどんなカードを入れておくかで、バトルが有利にも不利にもなるってわけだ。つまり、スバル、お前のセンスが問われるわけだな。いろいろ試してみるといいぜ。また、カードボックスという入れ物があって、バトルカードをゲットすると、ここに追加されるぜ。カードボックスとフォルダにあるカードを、入れ替えたりすることで、フォルダの中身を決めるんだ。ただし、フォルダにカードを入れるときはいくつかルールがある。まず、必ずバトルカードは30枚入れなければならない。スタンダードクラスのカードで同じ名前のものは5枚までだ。価値の高いメガクラスは全部で5枚までフォルダに入れることができる。使いに数枚しかない貴重なギガクラスは全部で1枚までだ。メガもギガも同じ名前のものは1枚までしか入れられないから気をつけろよ。スタンダードクラス。メガクラス、ギガクラス、様々な種類があるが、それは手に入れてからいろいろ試してみるんだな。とにかく、フォルダの準備ができたら、思う存分暴れさせてくれよ。はい。あ、これ読みましたね。はい。わかりました。気をつけます。よし。では、キリがいいんでね。今回はここら辺で終わりにします。はい。ということで、ユースノークマン3、実況プレイ。パート2、終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。では、また次回お会いしましょう。バイバイ。